段階は絵空ごとっていう大学でやってます。絵空ごとっていう言葉にはありもしないとか、ありえないこととか、ありもしない予想とかを表す言葉なんですけど、普段使う言葉では結構否定的な言葉なんですけど、この書いてる空想画とかそういう絵については割と肯定的な言葉になるので、なんかその言葉の五感というか、そういうものがすごくしっくりくるなと思って、そういうタイトルにさせていただきました。で、この7月22日からの始まったんですけど、今ちょうど折り返しの時で、7月の31日まで展示してますので、ちょっと気を使う時期なんですけど、何卒皆さんよろしくお願いいたします。
うん。